10年ほど前、中田英寿さんと対談で日本代表がワールドカップで勝てない理由として、日本人は練習を使う技術を高い、試合で使う技術は、使い方を知らないから低いと話されていましたが、本田さんから見て、今の日本人選手は試合で使える技術は昔より上がったと思いますか？どうかな。なんか、結構その技術の問題よりも、そこってやっぱその本人の育ってきた文化とか、環境によってやっぱ多分育まれてってると思うんで、なんかまあ教育環境ですよね。まあ指導者含めて。今は、確かにずっと昔の選手からこう僕らの時代を経て、さらに新しい若い選手たちが、うまくなってるとは思うんですけど、なんかポイントになるのは、その相対的には周りの国がもっとレベルを上げてるんで、自分たちのレベルが上がってるかもしれないですけど、なんかちょっとそれが今の予選のちょっと危機にもつながってるわけじゃないですか。なので、難しいところですね、意見としてはそれは。オマーンが強くなってるっていうのはまあ間違いないですね。最近強くなってるんですよね、中東はやっぱり。投資もしてるし。だから日本が成長してるかどうかとか弱くなってるかっていうのは、相手とちゃんと相対的に見比べないといけなくて、自分たちも成長しててももちろん相手も成長してるんで、まあそこですよね。なんか日本が弱くなったって簡単に言う人もいますけど、そんな話じゃないんですよね。相手がいかに強く、どっちが成長スピードがまあ高いかみたいな。ベルギーのように日本が急速に成長していくには何が足りないでしょうか？まあ、育成システムね。難しいですよね。ベルギーって近くにこうドイツがあって、フランスがあって、オランダがあるわけですよ。いい環境なんですよね。まあ、コミュニティがあるんですよ。エコシステムというものが。いいプレーすれば、スカウトされるという環境が整ってんですよ。なので、日本にはそれがちょっと足りないですよね。だからそれを作るってのは難しいですよね。